掲示をいたしております。でパート2、は飛燕なんですけども、実際残ってるのはこれ木のみってことですか？そうですね、現存する唯一の木です。ただレストアしようとしている機体がオーストラリアの方に行きあるようですけれども、まあ、少なくとも日本にはこれしかありません。はい、戦争終戦直後の機体を復元に、そうです。終わった時の機体にしているというところです。だからこの17号機はこの塗装です。この塗装です。まあ、今文化財基準という先ほど説明しましたように塗装しないっていう趣旨でやってますが、まあ、今回はこれシールを貼ってます。色を合わせたシール、まあ、この後剥がす予定ですけれども、戦争といいますか、この機体が飛んでる頃の塗装がこれです。オリジナルに忠実に再現されてる。そうです、そうです、そうです。